こんにちは。こんにちは。クレイです。はい。今日はですね、はいはい、コートのご紹介なんですけど、そうですね。まあ、年齢重ねていくとですね、コートも結構わがままになってきましてですね、うん、重さが結構気になるようになってきたんでございます。重いのは嫌だな。肩残るね。ね、ウールとかはあったかくていいんですけど、結構重たい、もうあの重みが気になってきてしまってですね、昔は着たけどちょっと今あんまり着てないコートも結構あったりするんです。あると思う。そんな時にですね、おすすめしたいコートがございます。はい、はいはいはい、ガーメントダイの生地を使ったコートでございます、うん、はい、そうですね。これは何といっても軽いんです、うん、本当に軽い、はい、うん、お客様の中でもこうご先輩方もですね、うん、とにかく軽くて、うん、もうこればっかり着てるって方結構いらっしゃるんです、うんうんうん、なので、ゆっくりじっくりとご紹介していきたいと思います、うん、はい、そうですね、はい、まずはですね、3型ありますので、はいはい、その違いとかですね、はい、ご紹介しながら、一緒に見ていきたいなと思っております、はい、ちなみに、はい、ちなみに今156センチ、私が163センチでございますので、はいはい、まあ、ご参考にされてみてください、はい、サイズ感とかございますので、はい、まずはですね、超定番中の定番、ステンカラーコートでございます、うん、迷ったらこれで私はいいと思うんですよ、ね、迷ったらね、やっぱりこう定番はやっぱり間違いないですね。ザなんですけど、うん、でもこの生地感がすごい軽くて、うん、うんうん、かっちりしすぎないのがすごくいいところだと思うんですよ。そうですね、カジュアルにも着えますし、はい、ちょっと綺麗に目にも着れるんですけど、うん、今ですね、サイズがあって、はい、私が S サイズを着ており、はい、私は M を着てます。着てますね。どうかな、こんな感じですかね、うん、まあ、あと逆も着てみようと思うんですけど、ね、好みで、ね、特にお好きなのでいいと思うんですよ。そうですね、で、まあ、手の長さが若干あるかなと思うんですけど、ね、M 結構長めですかね、私が S で今これぐらい、まあ、でも私手短めなので長めの方だったら別に M でも全然いけると思いますし、す、ね、うん、ゆったりとした感じがお好きだったら私が M を着てちょっとまくって着ても可愛いので、うんうん、あとやってみますね、はいはいはい、でカラーなんですけど、カラー、はいはい、カラーは私がですね、サンドベージュという白じゃないんです、ベージュなんですこれ。いいですよね。なんか真っ白だったら結構色が浮いてしまうけど、うん、サンドベージュっていう優しいです明るい、ね、そうなんですよ。顔周りもパッと明るくなりますのでおすすめです。で、ミキさんが着ているのがダークブラウン、大人です。シック、締まってますね。そうですね、私もなんかミワさん似合うって言われて、ちょっと似合ってる、うん、この色すごく似合ってらっしゃると思います、ね、大人な感じでいいですよね。いいですよね、かっこいいと思います。ちょっとヴィンテージ感もあるような、いいブランドだと思いますよ、ね、これ本当、うん、春先とかに着るのもなんかいい気がします、うん、なんかブラウンってやっぱり冬のイメージがあるけど、そうなんですよ、このダークブラウンはなんかそこまで重たさもあんまり感じないので、うん、中に明るめの色とか合わせてあげるとね、そうそう、うん、春先まで結構楽しめるかなって思います、ね、そうなんです。じゃちょっとここへですね、一度交換してみたいと、はい、サイズ交換してみたいと思います、はい、はい、じゃあちょっと交換してみましたよ、はい、まあ、ちょっとやっぱりコンパクトな感じですかね。そうね、コンパクトな感じで肩もまあぴったりで、そうですね、お袖もさっきよりはなんか短めだからすっきりしてて、丈も短くなったかな、やっぱ少し。そうですね、うん、なので丈の長さで選ぶんだったら M の方がもしかするといいかもしれないし、うん、でもすっきりコンパクトになんか見せたかったら、うん、ジャストサイズのこの S、 そうですね、ジャストな感じがしますね、うん、いいです、それはそれでなんかいいですよね、うん、いいと思いますね、うん、はい、私も M サイズちょっと手が長いのでちょっと折ったんですけど、うん、あとはですね、どこもなんかかっこいいですよ、なんかこれはこれでいいですよね、なんか、うん、で、まあ、このさっきの補足というか生地の補足なんですけど、この生地はですね、なぜ軽いかというとですね、うん、ポリエステルとナイロンでできてるんですね、うん、風は通さないので、そうですね、防風性があって意外とあったかいっていう、ナイロンっぽくないのがいいですよね、見た目が、うん、そう、パッと見シャカシャカ感が なくて、うん、多分パッと見たら分かんない、分からないと、コットンがむしろ入ってるのかなって思うような生地ですよね。 そう、そこもすごくいいところだと思います、うん、さすが R&DM コーさんですよね、素材は結構こだわっていらっしゃるなって思いますね、いい生地ですね、うん、大人が着てて、あ、そうですね、うん、いい生地だと思います、はい、はい、そんなね、うん、素敵な軽くて
いいガーメント台のコートなんですけど、はいはい、他にもございますので、はい、ちょっと着替えてまいりたいと思います。はい、では着替えてきます。はい、はい、では着替えてまいりましたよ。はい、これはですねオーバーサイズコートって言います。生地は全く一緒、色も一緒でございまして、これはサイズが1個しかないので、あの色だけ悩む感じだと思うんですけど、はいはい、特徴はですね、はい、オーバーサイズなんですね。すっごいゆったりした身幅なんです。ここもね大きいですよね。袖幅も広いんですので、これ意外とですね洋服中に何着てもいいっていう方が多いんですよ。そうそうそう、結構ドルマンスリーブとかの洋服の上に着るものってすごい困ると思うんですけど、こんなになりますもんね。なんですよね、なかなか合うものはなくて、結局着る時期がちょっとだったとかよくあると思うんですけど、これあると長い時期ね、上に羽織れますから、それがすごくいいところだなって、ね、いいですね。そう、ちょっとこれ袖折ってもらっても可愛いんですよね。これ寒い時はできないかもなんですけど、ちょっと袖口をこう折ってもらったらすごい可愛いかなって思います。あといいところこのスタンドカラーがいいですよね。そうそう、いいじゃない、うん、ことでここがすっきりしてるし、うん、バランスが取れてるなって思います。うん、全体的に大きいけど、そうですね、うん、こんな感じですね。顔元はコンパクトですもんね。そうそう、いいと思います。いいと思います。うん、私個人的にこのスタンドカラーのこの感じは結構好きですね。うん、やっぱり頭がねなんか大きかったりとかする襟がついてるのは、うん、なんかねちょっともさっとする感じがするんですよ。バランス難しい時ありますよね。襟がつくとね、万能的な、あ、そうそう、万能的なコートだと思います。いいコートですねこれね。はい、うんうん、ということでですね、最後にもう一方ありますのでさらに着替えてまいりたいと思います。はい、はいはい、ではですね、3着目のコートはですね、実は同じコートを着ててですね、はい、これはガーメント台フーディーコートっていうコートになります。うんうん、このフードが最大の特徴になるんですけど、うんうん、大きめのフードがバーンってついてて可愛いんです、うんうんね、そう、はい、個性ありますね。個性ありますね、すごい、かなりゆったり作られてる、うん、これも作りで一番最新のコートかな、うんね、新しくデザインされたコート、去年かな、うん、作られたコートになります。うん、カラーがですね、今回の先ほどまで着てたサンドベージュとダークブラウンと、うん、そしてこのグリーンっていうとベージュっていうお色もあります。まあ、もうちょっともうねサイズがなくなったりとか、もともとオーダーしなかった色とかもあるので、ちょっと確認してもらった方がいいとは思うんですけど、お好みの色から選んでもいいしね。はいはい、これもフリーでワンサイズなんですけど、うん、結構ゆったりめ、そうこんな感じです。手が私はもう長くて折らざるを得ないかったんですけど、そう、ね、そうこんな感じです。ミキさんでもこれですもんね。こんな感じ、もうゆったり、まあ、これでもあえてこのガバッと大きい感じがいいんでしょうね。そうゆったりはしてるけど、やっぱりガーメント台 の, そのポリエステルナイロンの素材だから、うん、こう折ってもいいし、うん、くしゃってやってもそんなになんか違和感ないんじゃないかなって、うんうんうん、思いますね。思いますよ。なんかそれ何かっこよく決まる、うん、そう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 。でお気づくでしょうが、フードの取り外しができます。はい、リサがつけてる状態で、はい、私が今取ってる状態になります。うん、まあ、お好みでね、中の、うんパーカーとか着るときは取ってもいいし、うん、ない方が好きだったらちょっとしばらくない、うん、なしていこうかなみたいな、うん、たまにつけようかなみたいな、うん、どっちでもいいと思います。そうですね、はい、いろんな着方で楽しめますよね。楽しめますよね。一応ボタンをここの上のボタンを全部止めて、ここも途中まで止めた感じで今着てますね。そうですね、実際かぶることもできますもんね。できます、はい、実用性もありますのでっていうねコートですね。これだからなんか梅雨時期とかまでいけると思うんですよね。はい、いけると思います。肌寒い時あるから、雨の寒い時のちょっとまあ中を薄着にしてもらって、ちょっとパサッとかぶって雨の日とかにお出かけもいいと思います。いいと思います。で結構この素材感のコート持ってるスタッフ多いんですけど、はいはい、ここに脱いでもクシャクシャクシャってやって、うん、持ち運びとかもしやすいですよね。すっごいコンパクトになるんですよ意外と。本当に梅雨時期とかもしこれを着て晴れたなと思っても脱いでも、うん、なんかクシャクシャクシャってもシワも気にせずに扱えるのはいいですね。そうなんです、いいですよね。うん、だから本当今はちょっと自粛中ですけど、ご旅行とかもすごいいいですこれ。あ、そうか、はい、いいですね。コンパクトにまとまるので重くないし、うんうん、抜き着がしやすくて、うん、いいかもしれない。はい、でこれはワンサイズで、はい、ワンサイズです、うん、選べません、はい、サイズは。そう、それもなんかいいですよね。うん、潔くて悩まないですよね。そう、自分の体型に合わせてこう、うん、ここをまくったり、ね、こうつけたり外したりしてねっていう感じですね。もうお好きなものをお選びくださいって感じですかね。うんうん、はい、
ということでですね、はい、今回はですね、このとても軽い素材ガーメントダイのコートを3つご紹介したんですけど、実はもう1個だけ入荷待ちになってるコートがあります。それはですね、ノーカラーコートっていうんですけど、ノーカラーで、ボタンがダブルでついてるコートで、丈がちょっと長めなんです ね、 そうですね、一番長いですね、長いですね、だから身長ある方は結構そのコートを選ばれる方が多いんですけど、それは近日中に入ってくるっていう情報なので、はい、もう少しお待ちください。楽しみに待ってほしいですね本当ですね、でもどのコートでも間違いないと思いますので、はい、ぜひこれは気になるな、これは欲しいなって思っていただけたらですね、グッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします、はい、本日もですねご覧くださりありがとうございます。商品の詳しいことは概要欄にですねリンクが貼ってありますので、はい、ちょっとチェックしていただけたらと思います。ではですね、はい、また会う日までありがとうございました。はい、ありがとうございました。